どうもお疲れ様でございます。今日10月30日深夜3時ですね。まあ相場の方動いてないんですけども、月の変わり目でもありますし、ここはしっかりとですね、11月からの、まあ、相場感をちょっとお伝えしたいかなというのと、まあ、特に11月の1週間目、また材料ですよ。 材料がバシバシシます11月の1週目はほととんんどトレードできななないかなと思いいじゃか思まあその裏でねしっかりとうんできるトレードを私はやっていきますけどもまあでもそこら辺も込みでお話していこうかと思いますまずは今後の予定の中で11月の材料が2つ来てますこちら水曜日11月2日あの FOMC がありますね日本時間11月3日の未明ですから深夜のうちに値動きがあると思います やっぱり酔い腰のポジションを持たないようにお気をつけくださいと逆にですねこれをチャンスにテクニカルとは全く関係のない手法で利益を出すこともありますがそこはオリガルヒの中でお伝えしないでおきますあちなみに今回のね相場解説は速化塾限定の動画の方にもお、まあ、放送していきますのでそちらの方で、えー、しっかりとね学んでいただける方はチャンスをものにしていただきたいと思いますで11月日日は金曜日の 米国雇用統計がありますこれは結構動きますよあの FOMC の後の雇用統計ですからね荒れることが予想されます雇用統計は金曜日の深夜2二時21時半から22時半ぐらいに放送されるかなと発表されるかと思いますその後の値動きにご注意くださいもちろんね例の方法で利益を上げることはできますけども私の放送ではあくまでもテクニカルをお伝えしていますので奇策とかね えー、秘策とかね目先のお金を稼ぐ方法については積極的にはお伝えしないでおきます、えー、それではね現在の月足を見ていきますけどもどうでしょうか月足は相変わらずの垂直上昇を見せていますただしただしですよ、まあ、介入の影響もあったんですけども大きくブレーキが働いてますよね、まあ、これがだから介入ということを考えれば一時的な、まあ、あの売り圧力とも考えられますので 基本的にはね、えー、まあ右肩上がりのままでいいと思いますけどもただこの介入が2発続けてきましたその後でまた何かねあるんじゃないかなっていうふうな警戒感から買いがあんまり伸びないような心理状態にもなってくるんじゃないかなと思いますただしテクニカル的に見ればこれはまだまだ右肩上がりの買い模様でございますねあの陽線がいっぱい出てて陰線が少ないでしょたったこれだけでしょ うんということなんでまだまだね買いで攻めてもいいのがテクニカルの見方ですじゃあ周足を見ていきます月足に比べて週足ってのは顕著ですよね2週間連続でこういう風な形の迷いの上下のヒゲってことは迷いなんですよね迷いの陰線が出ておりますうんまあ、ちょっとね上昇する勢いが抑えられているところありますけどもだからといって下ヒゲが連発で長いのが出てますんでまあ、押し目の要素もはらんでるんですよね 特に今回は介入によって起きた下落なんで通常のテクニカルとはね考えにくいところがありますまあただテクニカル的に考えてもこっから買いいに入るのはまあ,ありだと思いますよねあの上下の転換が起きてるところまでは出てませんのでね、うん、上下転換の予兆っていうのは例えばこれなんてそうですよねこれは押し目を作るための短期的な下落だったんですけどもこの陰ン,ント陽線がほぼ同じ形で 並んだ時っていうのはだいたい反対に行くんですよね。まあ、そういうところがあります。と同時に。ここで下髭がパラパラっと出ているのと。陰線四線が交互に出てるところを考えると、これは。今度は押し目として上に上がる。まあ、そんなね、包み足も出てますんでね。うん。まあ、そういうふうに見ることができたのは、前回お話した通りでございます。まあ、これも包み足出てますよね。 で、えー、とサンバーガラス出てるんですけども結局下髭に支えられて上昇するための下落だったってことこれも同じような理屈でお伝えしていたと思いますテクニカルでこうやって全部解釈できますんでテクニカルでやっていくとほとんど発ではないかなっていうとこです週足も右肩上がりのまま見ていきましょうじゃあ次はデイリーですでデイリーねデイリーになってくるとこう1週間下がりっぱなしなんですよね <laughs> 下がった中でも介入によって下げられたのと買い戻されて上がったのとまた介入によって下がったのとと交互に来てますで強制的な介入っていうのはその市場操作の疑いもかかってくるんですが完全に市場操作が入ってますよねここまで来るとところが投資家さんの、まあ、エネルギーっていうのは上昇一辺倒なわけですよただし介入を警戒してあまり巨額な買いが入らないってことに なっておりますテクニカル的に見るとこれはセカンダリートレンドって言って上がるための一旦の下げなんですよね、まあ、押し目と言ってもいいんですけどもどちらかというと押し目にはちょっと近くないかなと押し目ってのはねあのテクニカルでなるんですけども今回はどちらかというとファンンダメンタルなんですよでだって介入なんてのは完全に強制的な市場操作じゃないですか。その市場操作を警戒して 本来のテクニカルで動けないのが投資家さんの心理なんでファンダメンタルがものすごくねい息づいてる一週間だったってことなんですよねはい、じゃあ次はね四時間です四時間になってくると介入の勢いが見て取れますよねここでドーンと介入が金曜日に入ってえそして投資家さんが半値戻し全値戻しをかけてるときにまた介入があってドカーンと落ちたわけですよね でほとんどの場合がここで5破産になったとところが転換を迎えて今元通り右肩上がりに向かおうとしているところですただこの右肩上がりも先ほど話したようにまたね市場操作が入るんではないかなっていう警戒感から大きな資金を入れる投資家さんはいまだいないってことなんですよね特に上級の投資家さんとか資金を持っている方っていうのはこういう時に大きく行くべきではないというふうに考える傾向にあるかなと思います で、どちらかというと初心者の方とかよく分かってない方っていうのがここでセルを入れたりね、えー、ちょっと倍を入れて半値戻しみたいな生半可な考えで大きく傷をつけているんではないかなと思いますだからそういう方はね今あんまり参加しない方がいいかなってことですよねで1時間です11月の1日を前に31日から月曜日が始まるんですがだから月で決済してる方っていうのは31日にね 資金を引っこ抜いたり利格する可能性が高いんで大きな資金の出し入れっていうのがちょっと予想されるんですよで今度は月足でやってる方っていうのはねこの11月1日に資金を入れるかもしくは抜くかまあだいたい入れるんですよね1日の場合そういったこともありますのでもしかしたらね大きな陰、うん、線陽線がそこでできるかもしれませんまあ、ドル円で見てるか円ドルで見てるかによって 同じででも全く逆方向に動きますんでねでそういうのを前提にして見ていくとこれテクニカル的にはね、えー、とまずはここで上下の転換が起きてますよねこの転換についてはもうお話した通りですずっと下がってきたのが今度は転換を迎えて上昇を示唆しているとできっちり上昇方面に向かってますよねその後ここで底をあっとここで底を作って えー、上昇が始まったわけですけどもさらなる上昇がねさらなる上昇が始まった時に、えー、こちらのひげ2つを使ったあブレイクそして次はここの包み足をブレイクで価格が今安定していって、えー、一時的なレンジを作っているとじゃあこれが月曜日開けたらどうなるかっていうとテクニカル的に見ると大きく上に跳ねるんじゃないですか上に行って横ばいを作って 上に行って横ばいを作ってえまた上にいくみたいな感じでね次はここの横ばいに符号すればまあ出来上がりって感じでしょう。あのよく言うこの三角形ができるやつですよね正三角形かこう。 まあこれが当面のシナリオです11月の1日2日3日4日とこの形でいくんではなかろうかと思いますけどもただ2日とあっ二日ですね二日と4日に材料が入るんでこのシナリオがぶち壊れるかもしれないよとだからテクニカルをしっかりと働かしていきたいんですけどもまあなんせね5日しかない1週間のうちにその2日材料ですからね そうなってくるとやっぱり資金を入れとくのはやめようかっていう動きになってきて11月1日はあの大きな陰線も大きな要請もできなくなるんではないかのかと思いますその分11月31日は窓が開く可能性があるんですよねうん、まあ、これについては月曜日値、えー、動きが始まってからまた改めて解説するようになります今日はちょっと長いんですけどもそんな形でさまざまな、あのー、ポイントをね 拾っていってそれがどうなるのかを検証する月曜日を迎えていきましょう、えー、テクニカル的にはこうなんだけどもファンダメンタルが入りすぎるんで月末月賞それから2日4日の材料こういった形でね1週間手がつかない場合があります、えー、もちろんリスクの取れる方はそれなりにエントリーするポイントは見つけていきますしリスクの高い時っていうのはリターンも大きいですからねいささかギャンブルの様子が強くなってきます、まあ、ですんでテクニカルでしっかりとやっていただきたいなと思う私としてはこの場は1週間 見学にななるかもししれないよっててことを申し上げておきますその中でもチャンスが広い量でしたらね、どんどん放送していきますけどもね。はい、ということで、今月もそろそろ終わりになってきます。来月もしっかり稼いでいきましょう。お疲れ様でした。